皆さんこんにちは。今回ご紹介するのはこちらの新型ステップワゴンですね。こちらにドライブレコーダーの駐車監視バッテリー、サブバッテリーの方を今回取り付けをいたしました。で、今回ですね、このサブバッテリーに関してもなかなか取り付けするというのが難しいと思われている方もすごく多いと思うんですけれども、今回お願いをさせていただいたのは、はい、こちらですね、先ほどもですね MDR の PR01 でご紹介させていただきました、西東京エリアですね中心で活動されていらっしゃいます吉丸工房さん、ドライブレコーダーのですね取り付け、また、ナビとか、電装系ですよね、はい、主に取り付けをされている、プロフェッショナルの方ですので、今回は吉丸さんに、こちらのステップワゴンアイセルの方ですね取り付けをしていただきましたので、今回は取り付け方法ですね、はい、まあ、主にご紹介をさせていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに見てもらいたいんですけど、超シンデレラフィットなんで、はい、これアイセルの B6 はあれですよね、ステップワゴン専用に開発しましたよね。これはね、どうなんですかね。見てください。ここに入ってます。で、はい、ステップワゴンって、シートを動かしても、このレールの部分は動きませんので、はい、もう、ここに、これ今、ここがくぼみなんですけど、はい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 、もう、他のね、今、ごめんなさい、撮影用にマジック貼ってないんですけど、まあ、ここにマジックテープで固定するんですけど、はい、もう、こんなにシンデレラフィット。やばいっすね。ああ、そうなんですね。だから逆にそう、B12 だと。B12 だと、入らないんですね。入らないかもしれないです。ああ、入らないですね。確かに。もうちょっと奥行きがね、長いはずなんですよ。そうですよね。ええー。そう、だからもう、逆にステップワゴンはただ逆にここに入れて、はい、配線も、まあ、こっから中から通してるんですけど、はい、回せるんで、もうこれでシンデレラフィットです。なるほどね。ああ、すごいですね。で、多分、吹き出し口をかわしてて、はい、でかつ、まあ、これ今シートわざと前に出してるんですけど、はい、まあ、ここら辺に来るんで、子供に蹴られたりとかもしない。はいはいはい、はい。そうですよね。なるほどね。ああ、ちなみにすいません。ちょっと一回シートですね、ドラポジに合わせていただいてもよろしいですか。こんな感じ。ああ、なるほどね。前すぎるかなって感じですけど。まあ全然隠れますね。そうなんですよ。はいはいはい。すごい。これだからマジですごい。僕も娘二人いるんですけど、こう後ろにね乗せてる時にどうしてもこうドラポジのドライブポジションにすると大体こんな感じになるんですよ。で、なおかつもう丸見えになっちゃってる状態なので、こう蹴られたりするようなことが結構あったりするんですけど、はい、ステップワゴンのこの B6A のサイズだったら、全然そういったことがないですよね。すげえマジで。この前、他の車の話すると、レボーグ、新型のレボーグにもこれ入れたんですけど、はいはい、やっぱり吹き出し口かぶっちゃって、そう。で、ちょっとまあディラプションのパーツとか動かしてなんとか入れたんですけど、はいはい、ステップワゴンはこれマジで、多分、これ用に開発してましたよね。ね、そんな感じ、そんな感じでね、しっかりとね、フィットしてますよね。で、多分サブバッテリー。なんだろう、ファミリーカーってあんまり普段乗らないと思うんですよ。はいはいはい。で、土日には乗るんですけど、うん、そういう時にバッテリー上がりすると、マジで面倒なんで。そうですよね。多分ね、家族持ってる人たちみんな知ってると思うんですけど、そうですね。じゃあこれからディズニー行こうって朝の4時にバッテリー上がってたら、それで休園待ったら超だるいし、そう、家族の機嫌も悪くなっちゃうんで、そうですね。そういう意味ではもう多分ね、サブバッテリーマストかなと思ってます。そうですよね。で、下になんかこう B6A をつけて、上にね、もう一つ追加でバッテリーが、付けられるタイプのもの、複合できるものもあるんで。あ、それもいけそうですね。上だったらね、もうちょっとこのサイズが、ちょっと大きくなったとしても、乗る形にもなるんで。そうですね。B6A と、12B の2機掛けもいけるんでしたっけ、うん、そう、いけんのかな。あ、どうなんだろう。あ、ちょっと確認して。確認して。確認してはい、そうですね。はい。高さもね、かなり、上部のクリアランス、はい、かなり残ってますんで、めっちゃいい、うん、マジでいいと思う。そうですね。2機掛けももしできるのであれば全然可能かなっていう感じかなと思います。はい。やはりこの気になる今度はね、取り付けですね。その辺がどうかっていうところなんですけれども、取り付けはあんまり配線はもう隠しちゃってるんで、はい、あれなんですけど、はい、ちょっと、まあ一個こだわりでお話しさせていただくんであれば、はい、この部分ですね、はい、純正のドラレコ、ディーラーで付けてました。いえいえ。こんな感じで配線通ってます。ああ、なるほど。うちのやつは見えるかな、こっち通してます。はい。ああ、そうなんですね。これね、さっきの PR-1 ね。うん、これ、あれです。サブバッテリーの電気とかも全部この中に。ああ、なるほど。この
このカーペットの下に、そう、純正の配線の方に通してるんで、ここ通すのマジでめんどくさいんで、はいはい、普通の人はやんないと思うんですけど、やっぱりサブバッテリー高電圧、高電流っていうのかな、うんうん、はい、あの、流れてるので、そうですね、チャージすると8アンペアぐらい流れますからね。そう、うん、だからそうした時にもやっぱ何もないように純正の方を通してます。なるほどね。だからディーラーでやってもこうなるんで、うちにやってもらえると嬉しいなって思います、はいはい、なるほど、わかりました。気になるヒューズ位置なんですけれども、ご紹介いただければと思うんですが。はい。で、ヒューズ位置で、今回新型のステップワゴンで、はい、20アンペアの電源が取れる位置っていうのが、はい、ごめんなさい、切っちゃいましたね。20アンペアのあれが取れる位置っていうのが、はい、パワーウィンドウ系。パワーウィンドウ、はい。ロック系。はい。それから、シートヒーターです。シートヒーター。で、この中で最悪切れても車が動くのがシートヒーターなので、うん、はい、今回、ごめんなさい、B16A、はい、B6A か、はい、の、電源に関しては、シートヒーターのヒューズから取ってます。ああ、なるほどですね。で、それ以外の、はい、アクセサリー電源に関しては、ディーラーの指定位置がありますので、はい、その、位置からアクセサリー電源を取ってます。だから基本うちはヒューズボックスから取らないんですけど、はい、バッテリー充電に関しては電流量が大きいので、はい、安全なところっていうことで、まあ、今回はシートヒーターから取ってます。常時をシートヒーターから取ってるってことなんですか。このバッテリーは、うん、基本的に抜直につなぐ前提なので常時で取ってくださいって説明書には書いてあるんですけど、はい、基本的に、アクセサリーの電源が来てから充電を開始するので、はい、そこに関しては僕は、常時にはこだわってないです。ああ、そうなんですね。そうです。だからシートヒーターであれば、むしろその電流許容量を見てて、はい、まあ一番高いのが超えた20アンペアなんて、30アンペア取れる車で30アンペアのとこから取ろうとするんですけど、はい、そうな中でさっき挙げた中で一番安全なのが、シートヒーターなので、うんうん、シートヒーター最悪使えなくても死なないし車動かなくならない。なるほどなるほど。そこから取ってます。基本的に飛ぶことはないんですけど、はい、まあ安全を見て形になってます。はい、わかりました。で、ドラレコに関してはですね、はい、やっぱり、ね、向こうもあって説明しますね。で、今回このユピテルのドライブレコーダーですね、こちらの方はなんかもともとこのドラレコが付いてたということで、まあこちらをですね、まあ、今回アイセルと併用して今回こちらの運用しているという状況です。はい。で、今回こいつちょっと特殊な取り付け方をしてまして、常時録画を続けているような形になっています。はいはい、今、エンジンオフにしても、アイセルから電源を供給し続けて、常時電源を録画し続けています。はいはいはい、で、まあ、この方法のメリットとしましては、はい、タイムラプスとか衝撃検知ではないので、うん、ショッピングモールとかで、はい、ドアコンってされるとかっていう、はい、本当に小さいドラレコが開始をしないような録画、衝撃に関しても前後で録画をすることができるところがメリットになってます。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。そうなんですね。一方でデメリットが、例えば宿泊が多い方とか、はい、基本的に買い物って長くても2時間ぐらいだと思うんですよ。うん、ショッピングモールとかいても。はい、だから、SD の容量がそれでいっぱいになることはないんですけど、はい、まあやっぱり3時間、4時間録画してると SD の容量が満杯になってしまうので、はい、そういう方はこのつなぎ方をお勧めしないです。ああ、なるほどですね。これ自体はあれですか、その駐車監視システムっていうのがついてるものなんですよね。駐車監視システムは別売りのケーブルをつなげば使えるような形になってます。あ、なるほどね。あ、基本的にじゃあこれあれですか、普通の、ニシンのケーブルを使って運用してるって形になってます。今回はニシンのケーブルを使って運用してます。あ、なるほど、なるほどね。あ、そういうことなんですね。で、まあその長期の駐車監視に関しては、ちょっと今回の紹介外ですけど、うん、まあこっちのもう一個つけてる方のデジタルミラーでサブ的に見てくれるでしょうっていうことで、ドローカーをしてますので、基本的にはそういう、まあこの車もね、買われてすぐなので、うんうん、まあドアパンチされたりとかってうざいと思うんですけど、はいはい、そういうものの、まあ大きく傷が残るようなものがあった時に、じゃあ隣に乗せた車が何なのかっていうのを見るためには、まあ、常時録画しておく必要があります。ああ、なるほど。こちらで常時録画をしといて、で、こちらの方では、一応駐車監視としては衝撃検知を運用することができるんで、はい、まあ、例えばドアパンチにあった時とか、緊急録画をする際というのは、まあ、こちらのドラレコを頼って使うということですね。はい。あとは買い物行って30分くらい買い物して戻ってきて、うん、ドアに、まあ、子供乗せる時とかに一周すると思うんですけど、はい、ドアに大きな凹みがあったよっていう時には、はい、多分これを見てもらえれば、はい、じゃあどの車が入ってきて、どの車が出てきたのかが全部入ってるので、はい、衝撃検知だと、そのぶつけた瞬間はわかるんですけど、はい、ぶつけられた瞬間って大体ナンバー映ってないので。そうですよね。そうなので、まあ、そういう意味にはとりあえず、このお客様の要望としては、うんうん、その近場っていうか、まあ、ショッピングぐらいの遠出が多いし、そういうところでぶつけられるのが嫌だっていうことなので、はい、こういうふうにさせてもらってます。ああ、なるほど、なるほど、わかりました。
長時間置くときはアイシェル側の電源をオフにしてもらって、うん、こいつを消してくださいっていうようなご案内をさせていただきます。なるほど。ご自宅とかです。まあ、はい。ということでですね、今回なんですけれども、こちら、新型のね、ステップワゴンで、このアイシェルの B6A、まあ、今回主にですね、取り付けで、吉丸工房さんをですね、交えてですね、取り付けの方の事例についてご紹介させていただきました。で、今回この吉丸さん、この、B6A、このサブバッテリーもですね、はい、取り付けの方をですね、していただけると、まあ、いうことで、まあ、最後なんですけれども、まあ、このサブバッテリー買ってもいいんだけども、最終的に取り付け、ちょっとね、いろいろと今日話を聞いて、なんか取り付け難しそうだなって、やっぱり思われる方もすごく多いと思うんですよね。はい、まあ、そういった意味で、まあ、参考までにですね、このサブバッテリーを取り付ける上での、まあ、価格設定ですね、はい。ちょっとご紹介いただければと思うんですけども。ステップワゴンは今回ここに入るので、はい、入らない車っていうか、まあ、僕もいろんな車やってきたんですけど、はい、車によって大きく値段が変わります。はい、ステップワゴンの場合、今この下の場所につける形になってまして、16A、ごめんなさい、6B か。はい、このちっちゃいタイプであれば、一応8000円からっていう形になっております。はい、で、それプラス、ドラレコの取り付け工事1万2000円だった。はい、1万2000円と駐車監視だったりとか、はいはい、まあ、いろいろお金はかかってくるんですけど、はい、まあ、大体そんな感じになりますんで。なるほど。あともう一個でかいやつで、抜直からちゃんと引くってなると、うん、まあ、やっぱりボンネットからの引き込みになるんで、まあ、プラス1万2000円からぐらいの値段がかかってきますので。ああ、なるほどですね。一概には何とも言えないですけど、ステップワゴンで、まあ、このシステム、はい、同じ、常時録画を続けるっていう方法であれば、はい、前後ドラレコ1万2000円とサブバッテリーの取り付け8000円の2万円。2万以外と。済みます。あ、なるほどですね。まあ、非常に価格的にもですね、非常に良心的だと。まあ、先ほどの PR 版でもお紹介したんですけれども、まあ、2万円切る価格帯でね、ステッパゴの場合ですと、取り付けの方ができますし、また、駐車監視ね、こちらの方はやはり長時間ですね。この B6A に関してはね、最大35時間。ドライブレコーダーの、消費電力によっては、まあ、もちろん、少しこう短くなったりするっていうこともあるんですけれども、まあ、こちらをですね、一緒に運用することによってですね、長時間のですね、駐車監視の、まあ、運用、まあ、する上でもですね、非常にメリットのある製品となりますので、ぜひ、こちらの方もですね、ご検討いただければと思います。で、こちらの商品のね、詳細なんですけれども、概要欄に貼っておきます。また、南関東、西東京ですね。吉村さん。エリアですね。東京地区、埼玉地区。はい。はい。埼玉地区ですね。東京埼玉地区ですね。はい。もしですね、お近くにですね、お住みの方は、まあ、取り付けもね、含めて、相談したいという方はですね、ぜひ概要欄の方に貼っておりますので、ご覧いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。どうもありがとうございました。